ということでここからは、今夜のテーマメール紹介していきます。今夜のテーマはあなたの誕生日エピソードを教えてでございますよ。メイコイネーム春黒さんからいただきました、ありがとうございます。私は高校時代吹奏楽部に入っていたのですが、パート内で誕生日の人にみんなでお金を集めて誕生日プレゼントをあげるという習慣があり、パート内ってなんだろうね、この吹奏楽のパートですね、多分楽器のパート的に、楽器のあれね、はいはいはい、私が誕生日の時にももらったのですが、7月10日で納豆の日ということで納豆をプレゼントされました、1パック4個入りの納豆を5パックももらい、すごいすごい、賞味期限が近かったので、あ、約1週間家族で毎朝納豆ご飯を食べる羽目になり、おかげでしばらく納豆が苦手になりました、10年経った今は納豆が好きになり好んで食べるようになりましたが、今でも忘れられない苦い思い出です。皆さんは正直これはもらって困ったなというプレゼントありますでしょうか。おもむろに波川さん食ってんすよ、本当だ、まあせっかくなら食べん、私じゃない、せっかくですね、あ、ありがとうございます、いろいろありますからね、引いてください、玄君あります、あります、なんすか、なんすか、サイン入り T シャツ今ずっと考えてたんですよ、これどうしたらいいんだろうなと思って、だって洗ったら絶対ただの白 T よ、まあ確かにちょっとほんのり残っても文字がね、ほんのり文字が残るぐらいで、まあ、取れないかもしれないですけど、それあとはないです、人生の中で。あ、ないですか、って困ったもん、あ、でもさ、結構困るのが、嬉しいけど気持ちがこもってて、お守りとかってさ、あ、お守り系はちょっと難しいですね、どうしたらいいのか分かんない、どうしていいのか分かんない、そうそう、お守りって、僕あんまりそういうの詳しくないけど、なんかいっぱい複数あると喧嘩しちゃうみたいな噂を聞いたことがあって、だから、そう、詳しくないから分かんないんだよね、複数一緒に持ち歩いて良いものなのかどうか疑問で、どうしたらいいんだろう、俺ね、どうなんですかね、なんかあと自分でこう買ったっていうプロセスが大切なんじゃねえかと思うんですけどね、お守りとかって、確かに買ってきてもらって、その土地に赴いて行って、まあお祈りしながら買うとか、なかなか難しいですね、難しいよね、どうしたらいいんだろうね、あります、でも他に困ったもの、困ったもの、まあでも全部嬉しいは嬉しい、まあね、気持ちね、まあ気持ちが嬉しいですからね、あとね、そうそう、ね、すげえ靴もらって、はい、サイズがめっちゃでかい、ああ、それはまたサイズが合わない、確かに、なんかちっちゃいなら諦められるんだけど、ちょっとちょっとっていうかだいぶ大きいともうね、どうしていいか分かんないそういうのだとぶっといピアスもらって開けてないの、開けてないの、それは困りますね、昔ですけど、ぶっといやつもらったのだって、これどうやっても俺の耳には入んないなっていうのはありましたけどね、拡張しないといけないです、一回やってからビリビリビリってやる、ビリビリどころでもないぐらい、もう本当にもうゴツゴツのやつ、なるほど、下火とかあったら怖いですね、じゃあもう下開けてくださいとか、そうね、そういうのありましたけど、確かに難しい、でも納豆いいですよね、なんか免疫力高めるみたいな、そうですよ、レシピっていうかアレンジも効くしね、美味しいよ、はい。